ホルスト・ケーラーはドイツの官僚、政治家で第九大連邦大統領。任期は2004年7月1日から。経済化で2000年から2004年3月まで国際通貨基金専務理事を務めたため、アメリカ合衆国で生活した経験を持つ。キリスト教民主同盟の党員。2010年5月31日、アフガニスタンでのドイツ連邦軍の活動に関する。 発言で批判を受け、人気半ばで辞任した。第二次世界大戦中の1943年、ドイツ軍の占領下にあった、ポーランド領、ザモシチ近郊のスキールビエシュフスキールビエサオに、8人兄弟の7番目の子として生まれた。両親は、ベッサラビア北部に住んでいた、ベッサラビアドイツ人で、バルチ近郊にあったその村は1865年に、 ドイツからの移民により建設された。1940年、独ソフカ新条約の結果ソビエト連邦がベッサラビアを併合すると、ナチスの政策によりケーラー家など、ドイツ系住民はドイツ本国に集められ、ついで占領地をドイツ化する目的でポーランドに入植させられていた。1944年、対クパルチザンの活動が激しくなると一切のケーラーは、 母と共に収容所に移り、さらに、ソ連軍がポーランドに進撃すると、一家は数百万人のドイツ人同様、戦火を避けて西方に逃れた。戦後は、ライプツィヒ近郊に落ち着いた一家だったが、東ドイツ政府による集団のお城化を嫌い、1953年に、一家は西ベルリンに逃れ、バーデンビュルテンベルク州にあった難民キャンプに入った。 1957年に一家はようやくルートヴィヒスブルクに安住の地を得た。ケーラーはルートヴィヒスブルクのギムナジウムに通い、この町を故郷とみなしている。少年時代はボーイスカウトをしていた。1963年にギムナジウムを卒業すると、兵役でドイツ連邦軍に入営して、総攻的弾兵部隊に配属され、 平役の一年延長を志願して予備役将尉になった。1965年に中敏原大学に入学し、経済学、政治学を学び、1969年に経済学のディプロム取得。学生時代は学生団に属していた。1969年から76年まで同大学の経済学研究所に属し、1977年に博士号を取得した。 宗派はプロテスタントでエファプ人との間に二次がある。夫人は一時期ドイツ社会民主党の地方、組織活動に参加していたことがある。1976年に連邦経済省に入省し、政策局に勤務。1981年にキリスト教民主同盟に入党し、同年シュレースビヒホルシュタイン州政府の州首相府に移った。 ゲルハルト・シュトルテンベルク州首相の勧めで1982年に連邦財務省に転じ大臣官房長。1987年、同省財政局長。1989年に同省金融局長となる。1990年に連邦財務省事務次官に就任。マーストリヒト条約の締結交渉やドイツ再統一に伴う金融。 財政の責任者となった。旧東ドイツからのソ連軍撤収費用として、ソ連との間で財政支援協定を締結。また1991年の湾岸戦争の際に多国籍軍支援としてドイツがアメリカ合衆国に120億ドイツマルクを支払った協定もケーラーが担当した。当時のヘルムート・コール首相の信頼が厚く G7 の経済会議にも 代表として4回出席した。ドイツ再統一の再東西領ドイツは通貨同盟を締結したが、その際財界の要請に応じて、東ドイツの経済価値を過大評価し、後にドイツ政府に2000億マルクもの追加負債を与えたのは、ケーラーの責任であるという声もある。2> u 通のボノと対話する IMF 専務理事時代のケーラー百九十三年から十八年まで、 ドイツ貯蓄銀行協会会長。ついで2000年まで、第3代欧州復興開発銀行総裁を務めた。2000年、ゲアハルト・シュレーダー首相の推薦で、第8代国際通貨基金専務理事に就任した。その際、日米欧三局委員会の委員となった。この経歴が現在に至るまで、アメリカ的という彼の政治的。 経済的成功に関する評判の起源となっているが、実際のところは明言していない。2003年には20年に及ぶ金融、財政分野での活動が検証され、母校中便現大学の名誉教授となった。2004年3月、野党キリスト教民主同盟と自由民主党は、候補者選びに難航した末、両党共同の連邦大統領候補として、ケーラーを指名した。 母国での連邦会議に備えて、ケーラーは IMF 専務理事の任期を1年残して辞任した。ケーラーの対立候補は、与党ドイツ社会民主党のオス、女性大学教授、ゲジーネシュバンであったが、当時連邦参議院では、与野党が逆転しており、連邦議会でもほとんど均衡していたので、選挙前からケーラーの選出は確実と見られた。 IMF 専務理事というケイラーの前歴は経済界には歓迎されたが、ドイツ労働総同盟や反グローバリゼーション団体アタックはその経済的な成功を警戒した。出馬決定後の会見でケイラーは連邦政府が進める多分野の改革がまだ不十分であるが、ドイツには改革をやり通す力があり、研究開発と教育が最重要課題であると主張した。 2004年5月23日に連邦会議が行われ、第1回投票で過半数を制したケーラーが、第9代連邦大統領に選出された。ケーラーは前歴に政治活動歴がない初めての連邦大統領である。また、連邦大統領としては、初めてのドイツ国外生まれである。2004年7月1日、宣誓式を行って就任した。連邦大統領に、 政治的受験はないが、ケーラーは檻に触れてその時の政治状況に一見する傾向がある。2004年11月3日、シュレーダー政権が休日を減らすために、ドイツ統一の日を固定の祝日から外して、土曜か日曜の移動祝日に変更する案を発表した時、ケーラーは公然とこれに反対した。ケーラーの直言は大きな支持を得て、 政府はこの案を撤回した。2005年3月には失業対策を最優先するよう格闘に要求している。2007年には出演したテレビのトーク番組で国民の直接選挙による連邦大統領選出を提案して与野党から批判されたこともある。2005年2月2日、イスラエルを初訪問。国交樹立40周年を記念して、 前任者のヨハネスラウに次いで2番目のイスラエル国会で演説した元首となった。イスラエル国会の一部議員は、英語に堪能なケイラーは、ホロコースト経験者の感情に配慮して、ドイツ語ではなく英語で演説するべきだと要求した。ケイラーはそれに配慮したのか最初の挨拶をヘブライ語で言ったが、あとはドイツ語で演説した。時に涙声になりながら、 ホロコーストについてのドイツの責任を認めて謝罪し、ドイツは反セム主義との戦いや中東和平に貢献する責任があると述べた。同年5月8日は第二次世界大戦の終戦60周年だったが、その演説でもドイツの責任に終わりはないと述べた。保守派の一部には戦後ドイツの成功の歴史についての言及が少ないという不満が起きた。2005年7月、 連邦議会選挙を1年前倒し実施したいというシュレーダー首相の意向で内閣信任案がわざと否決されたためドイツ連邦共和国基本法第68条により連邦議会を解散した連邦議会の解散は33年ぶりのことであったこの選挙の結果シュレーダー政権は退陣しアンゲラ・メルケル政権が誕生した2006年10月ケーラーは ドイツ連邦共和国基本法に定触するという理由で連邦政府が作成し連邦議会が可決した航空安全法への承認署名を初めて拒否した。同年12月には同様に消費者保護新法が地方自治の原則に反するとして署名を拒否している。この保管落死に明確な反対を示したりリビングウィルに関する法整備を主張したりと 倫理に関する発言も多い。2009年5月23日の連邦会議においては、キリスト教民主同盟及び自由民主党の支持を得て連邦大統領に再選した。2010年5月21日にはアフガニスタンを突然訪問。その際に同行記者のインタビューに応じて、自由な通商路を確保するとともに、ドイツの貿易への悪影響を阻止するため、 地域の不安定化を防がなければならないと訴え、外国との貿易に大きく依存しているドイツのような国は国益を守るため、緊急時には軍事介入する必要があると発言。これを与野党双方から軽率であると批判された。5月31日、発言の責任を取るとして、突如辞任を発表した。連邦大統領の任期中の辞任は、これが初めてであった。 大統領退任後は、元大統領として、アフリカ支援などの事前活動や国際親善行事に、積極的に参加している。ありがとうございます。